食物繊維が豊富、居酒屋でも人気のメニュー、柔らかい衣でしっとりとごぼうの唐揚げ、今日は作っていきます。まず材料はごぼうが大体2本ですね。そしたらごぼうをしっかりと洗っていきましょう。これアルミホイルでこすると皮が取れますよとか言いますけれどもね、アルミホイルがもったいないんで必ずしでこすってくださいね。よくね、ごぼうはね、皮むいた方がいいのとか聞かれますけれどもね、これしっかりこすって皮ある程度落としておいた方がいいです。土の匂いが気になりますからね。また土の中にはね、ウェルシュ菌という菌がいます。これまあ防ぎようがないぐらいどこにでもいる菌なんですけれどもね、これ食中毒の主な原因なんですよ。なのでね、ここはしっかりと洗ってウェルシュ菌を落としていきましょう。土の匂いもなくなるんでね、美味しく仕上がりますよ。そしたらごぼうを切っていきます。だいたい5センチぐらいの長さですね。太いところは半分に切ってください。火が通りやすくなりますんでね。あとはもうだいたい全体的に5センチぐらい、根元の硬い部分とかね、先端のちょっと色変わってる部分はね、切り落としちゃってください。はい、ごぼうのカットが完成しました。そしたらしっかり水につけてくださいね。これアクが抜けます。ごぼうのアクって結構渋いですからね。そしたら唐揚げの衣を作っていきましょう。こちら卵2個ですね。卵2個分にこれはおろしにんにくが大さじ1杯、おろし生姜も大さじ1杯ですね。あ、これなくなっちゃった。新しいの使わなきゃ。大さじ1杯です。そしたらここにクノールのビーフコンソメですね。これ結構あると便利なんでね、1キロ単位ですけどね、結構すぐ使っちゃいますんで、あると便利ですよ。そこに片栗粉をカレースプーンで大さじ4杯、小麦粉も大さじ4杯入れていきます。そこに醤油を大さじ3杯ですね。ごま油は小さじでいきましょう。小さじ1杯です。そこにブラックペッパーを入れていきます。少しでいいですよ。ここに SB のカレー粉ですね。あんまりいっぱい入れちゃうとかなりがっつりカレーになっちゃいますからね、ちょっと少なめでいいですよ。そしたらよーく混ぜていきましょう。はい、ごぼうはしっかりと水気を切ってくださいね。そしたら先ほど作った衣をこれかけていきます。今日はちょっとこってりした感じの衣にしたいので、ちょっと多めに入れますね。あんまり薄いとね、ごぼうが焦げちゃいますんでね、揚げてる時に。はい、じゃあ油を準備したらここにしっかり衣を混ぜていきましょう。これ衣の付けムラがあるとね、ごぼうの部分が焦げちゃったりしますんでね、しっかりとよく揉んで衣をきちんとつけましょう。はい、揚げていきます。油の温度はね、だいたい160度から170度ぐらいですね。ちょっと温度が高いなと思ったらごぼうを多めに入れて温度を下げてくださいね。火加減はだいたい中火ぐらいですね。強火にするとね、家庭用の油鍋だと急激に温度が上がっちゃいますからね、だいたい中火ぐらいにします。で、衣にほんのりと色がついてきましたね。ごぼうの唐揚げって居酒屋でも結構人気のメニューなんですよ。これね、ついつい手が伸びちゃうんですね。で、食物繊維が豊富ですからね、なんか罪悪感もなく食べれるみたいな感じでね、お酒にもぴったりですしね、味もしっかりついてます。塩もかけなくていいですしね。
油の泡の匂いが少し細かくなってきましたね。もうそろそろ火が通るなって感じです。最初はね、わーっと泡出ましたけどね、だからだんだん落ち着いてきて、ごぼうの形が少しずつ見え始めてくる。そんな感じになったらね、もう揚げ物上がったなって感じになりますね。こういう衣のカスとかはね、しっかりきちんと取ってください。油の汚れの原因とかになっちゃいます。普通の色よりちょっと濃いかなぐらいの色になってきましたね。とても美味しそうですよ。はい、揚がりましたね。そしたら1本ずつきちんと揚げていきましょう。あんままとめてザーッとやっちゃうとね、油切れが少し悪くなるんですよ。はい、完成しました。柔らかい衣のごぼうの唐揚げ、味付けもしっかりしてありますんでね、お酒のおつまみにいかがでしょうか。これからの季節もね、外に持って行って食べても美味しいですよ。ついつい手が伸びるごぼうの唐揚げ、食物繊維がたっぷり、人気の唐揚げです。